皆さんこんにちは、ブロガーの加速です。ぜひ見ていただきたいおすすめの YouTube 動画がありまして、中田敦彦さんと GACKT さんが対談している動画、これねめちゃめちゃいい動画なのでぜひ見ていただきたいんですけれども、この中で GACKT さんが素晴らしい名言を言っております。お金って失っても稼げば手に入るものだけれども、失った時間というのは二度と返ってこない。要はお金は失っても稼げば手に入るけれども、時間は失っても、じゃあ失った時間取り戻せるかっていうと取り戻せない。だから要はお金よりも時間が大事なんだという話を GACKT さんがしています。で、時間を大事にするために GACKT さんは何をしたのかっていうと、日本にいるともうどんどん仕事ばっかりになっちゃうから、マレーシアに移住する。海外に移住して、海外にいる間はのんびり暮らして、まあ、ちょこっと、ね、1ヶ月のうち1週間ぐらいは日本に帰ってバーッと仕事をして、あとの3週間は自分のために使うっていう生活をしているという、まあ、対談なんですけれども、本当にね、これからの時代はもうお金とか売り上げとか数字とか、もうそういう時代じゃなくなってきて、いかにこう自分の時間を使うのか、いかに時間を有意義に使うのかっていう時代になっていくと思うので、そのもちろん、ね、最低限のお金っていうのはなければ生きてはいけませんけれども、これからはそのある程度も稼いだら、これ以上例えばもっと倍にしようとかそういうことじゃなくて、もうこのぐらいのお金でいいから、それよりも仕事減らして時間を増やそうっていう、そういう、ね、世の中になっていくんじゃないかなと思います。ぜひね、中田敦彦さんと GACKT さんの対談、めちゃめちゃいい対談なので、ぜひ見ていただきたいなと思います。